世界戦略者。世界戦略者とは、主として自動車メーカーが自らの製品の企画、開発、生産、販売について説明するサイトに用いる用語である。ワールドカー、ワールドカー、グローバルカー、グローバルカーなどと呼ばれる場合もある。同じ世界戦略者という用語を用いても、その意味はメーカーよって異なり、明確な定義は定まっていない。 多くの国あるいは地域で販売している基本的に同じ仕様の製品を指す場合もあれば基本的に同じプラットフォームから各国各地域向けに特化して開発した製品群をひとまとめにして総称している場合もある前者の場合国内専用車とは対極の意味であるが後者の場合国内専用車も世界戦略車である場合がある日本やヨーロッパ または韓国などの主要自動車メーカーはもともと輸出に力を入れており、一部の国内向け専用車を除けば、その製品は基本的にすべて世界戦略車だということが可能でる。アメリカのメーカー、特にゼネラルモーターズ、GM とフォードは元来輸出に積極的ではなく、輸出の代わりに現地法人の設計、生産する車種にてその需要を賄うという手を取ってきた。 ただし近年では、右ハンドル仕様の生産など、輸出、世界戦略者としての設計に力を入れるようになっている。日本の核メーカーは、日本国内向けと輸出向けの仕様とをはっきり区別する場合が多いが、最近では、輸出向けを念頭に設計された車種や海外での現地生産者を国内向けに手直しした上で販売するケースもある。 法規制や消費者の趣向が異なる、様々な地域で販売される、性質上、車体パーツ共有化による弊害が出る場合がある。例えば、ナンバープレートの取り付けスペースを横丁形状、欧州式前提していると、日本やアメリカなどのナンバープレートを取り付けた際に上下に飛び出す。かといって、どちらにも対応しようとすると、下の写真のようにナンバーポケットが大きく取られ、 どちらを装着しても隙間ができる。これが機能部品である場合、問題はさらに大きくなり、S13 系、日産 240SX のヘッドライトのように、同一車種であながら特定の地域で使用を大きく変更しなければならない場合もある。ゼネラルモーターズ、GM は世界各地にグループ企業を持つが、1960年代までは同じクラスであっても、 各地で全く違う製品を開発、生産していた。しかし、これではコスト的に無駄が多く、グループのスケールメリットが生かされていないと考えた GM 本社が1970年代初頭に提唱したのがグローバルカー構想であり、簡単に言えば基本的なプラットフォームを共用し、そこから各地の国情に合わせた製品を派生させるという戦略である。 最初の計画は、大衆車クラスの T カーで、ドイツのオペルが中心となって開発したプラットフォームから、オペルカデット C、1973年、イスズ・ジェミニ、初代モデル、1974年ボックスホール・アストラ、1975年、イギリス、ホールデン・ジェミナイ、シボレー・シェベット、1973年、ブラジル、1976年、北。 アメリカなどが派生した。次の計画は、ミドルクラスの J カーで、これは、基本となる、プラットフォーム自体を各社で分担して、共同開発し、ここから、オペルアスコナ、C、1982年、ボックスホールキャバリエ、1982年、イギリス、イスズアスカ、1983年、ホールデンカミーラ、1982年、オーストラリア、 シボレー・モンザ、1982年、ブラジルのほか、ポンティアック・ j 2000、シボレー・キャバリエ、オールズ・モビル・フィレンザ、ビュイック・スカイ・ホーク、キャデラック・シマロン、いずれも1982年、アメリカなどが派生した。この計画では、プラットフォームの共用化により、開発費を削減しながらより良い製品を作ることが目的であったが、最終的な製品は、 各地の事情に合わせて開発されており、同じ T カーや J カーであっても、全社を通じての互換性は少なく、製品そのものは国際商品というよりは国内専用車に近いものである。また各社で分担した設計のすり合わせに手間と時間がかかり、最終的に各国の事情に合わせることが開発の二度手間、三度手間になること、さらにはモデルチェンジの方法や、 時期の総意など、代も多く、開発費の削減も GM 本社が期待したほどでは、なかったためか、JK 以降は、GM グループ内でも、このような世界的規模の共同開発は、行われていない。ただし2国間、2社間程度の共同開発、プラットフォームの共用は現在でも広く行われている。ここで言う、世界戦略者とは、世界の多くの国、あるいは地域で、 基本的に同じ仕様で販売される車種を指す。日産自動車広報によると、日産において、日米、欧で販売される車両は、グローバルカーであり、世界戦略車として定義されるには、さらに、中国などのアジア諸国やロシア、その他の新興国など幅広い地域で販売されていることが条件となる。なお日産は、ほとんどの車種を日本以外でも発売しており、 日本のみで販売しているのは、軽自動車などの OEM 社、マツダから OEM 供給される、ラフェスタハイウェイスターのみである。日産自動車のプレスルームで、世界戦略車とされているのは以下。またムラーノのように本来は、北米戦売車種として開発されたものが、最終的に全世界で販売される例も存在する。また、明言されてはいないが、T ィ T ガラテオなども日産による、 世界戦略者の定義に当てはまり、さらにリビナ・リビナ・ジェニスについては、現在日米、欧、ロデーは販売されていない。当時の日産の輸出は、車体の関係上、ダットさんと称した都合などから、現在の日産ではなく、当時はダツンと称していた。1983年の日産統一化以前までの輸出記号は、以下の通りとなる。海外に、 多数の工場を持ち、現地で生産する車種も多い。三菱自動車では、軽自動車以外のほとんどの車種を世界で発売している。そのためほとんどの車は、世界戦略車と言える。最近では、エアトレックアウトランダーの例に見られるように、モデルチェンジの際に、日本独自であった社名を世界共通の社名へ変更することが多い。また長らくの間、 クライスラーの小型車部門を支えていた時期があり、イーグルサミット、イーグルタロン、ダッチステルスなどの車種が販売されていた。スズキの場合は、世界市場をターゲットに開発されたモデルを、世界戦略車と位置づけている。その第一弾がスイフトであり、イゴグランドビタラ、エスクード、SX4、スプラッシュ、エースターなどが順次発表されている。欧州では、 同じ GM グループに属するオペルとフィアットへ OEM 供給して販売している。フォレンツァ、ベローナなどは逆に GM、ダイブの製品を OEM 供給してもらい、鈴木ブランドで販売している。過去には乗用車も生産しており、現在も一部の熱狂的ファンは存在する。現在はトラックバス SUV のみとなった。1970年代から、 GM の欧州拠点、オペルで開発したモデルを世界的に展開させてきていたが2000年代に入り、韓国の GM 大宇、現韓国 GM が開発したモデルも世界戦略者のインナップに加わっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。